ウクライナではこれから2023年の春を迎えるにあたり、北のロシア国境から南部の黒海まで長く伸びている戦線において、雪解けの泥によって動きが取れなくなっていると見られ、全体的に膠着状態が続いているみたい。だが唯一東部のドンバス地方ドネツク州のバフムートとその南西にあるブフレダールでは、ウクライナ軍が攻勢をかけるロシア軍に抵抗しているため激しい戦闘が続いているぜ。もう1年以上も戦い続けているよね。当事国以外の国民たちはいわば慣れのようなものを感じつつあるだろうけど、明日は我が身と思ってしっかり情報を吟味してほしいものだよ。さて今回は東部ドネツク州の攻防について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2月28日にウクライナ軍参謀本部が、ブフレダールの攻撃に向かうロシア軍部隊の戦車や歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両が、地雷や砲撃かミサイル攻撃によって次々に破壊される様子を、偵察用ドローンから撮影した動画を公開したよ。その動画には、砲弾によってできたとみられる穴だらけの畑のような平原の中の一本道を走ってきた1両のロシア軍の戦車が被弾し、車内から戦車兵が脱出して退避する姿が捉えられているほか、違う場所と思われる数両の戦車とみられる車両が格座している十字路に到達したロシア軍戦車が、その横をすり抜けようとして地雷を踏んだとみられる爆発によって停止し、その後ろからついてきた戦闘車両が U ターンして退却する様子などが映されていたんだ。バフムートやブフレダールのロシア軍は人海戦術によって、わずかながら両拠点に向かって前進しているとみられているものの、ウクライナ軍の必死の激しい抵抗に遭い、戦車や歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車などの装備と兵員に大きな損害を出しているとされているな。度重なる戦闘と砲撃によって廃墟と化したバフムートやブフレダールにおいて頑強に抵抗するウクライナ軍を前に、ドンバス地方のドネツク州及びルハンシク州の工業地帯全体を制圧しようとするロシア軍は、そのために高い代価を払っているのであるが実際に手にしたウクライナの領土はほんのわずかでしかないみたい。ウクライナ軍が西側諸国から供与された新型戦車や装甲戦闘車両の操縦訓練を終えて、強力な機構部隊を編成して昨年9月のような反転攻勢に出る前に、ドンバス地方の完全制圧を目指して大攻勢をかけると見られていたロシア軍であったけど、これまでのところ大きく前進した戦線はなく、昨年の侵略開始序盤において首都キーウを攻略しようとして失敗して、撤退した時のように進撃がほぼ止まっているのは、ウクライナ軍がこれまた大きな損害を受けながらも必死の抵抗を見せているからだね。2月24日の侵略開始から1周年を迎えるにあたり、一気に戦況を挽回する大攻勢に出ると噂されていたロシア軍であったが、3月になろうとしている現時点においてもそのような兆候はなく、その間にウクライナ軍はロシア軍に押され気味だった体制を整える余裕が出ていることが推測されているぜ。このような状況の中で、ウクライナ国防省情報総局幹部が2月26日にドイツのメディアによるインタビューにおいて、ウクライナ軍が春以降ロシア軍に対して大規模な反転攻勢について語り、大反攻の矛先はロシアによって2014年に一方的に併合された南部のクリミア半島であるとして、同半島とケルチ海峡に架かるクリミア大橋で繋がっているロシア本土のベルゴロド州との分断を狙う可能性を示し、その際にはベルゴロド州のロシア軍施設も攻撃対象になる可能性を示唆したね。ベルゴロド州のロシア軍施設は軍港など一部がすでにウクライナ軍の攻撃を受けているんだけど、これまでウクライナ軍側は攻撃した事実を公表していなかったんだ。この情報総局幹部はさらに反攻は南部のザポリージャ州の奪還が優先目標とされ、その開始時期はアメリカをはじめとする、北大西洋条約機構 NATO から供与される戦車や、歩兵戦闘車に装甲兵員輸送車などの操縦訓練をウクライナ兵が習得し、到着する時期に左右されると述べているよ。ウクライナのゼレンスキー大統領もまた26日の国民向けビデオ演説において、クリミア半島をロシアから解放することにより、
ウクライナ国民の生活を破滅させようとするロシアのあらゆる試みに歴史的な終止符を打つと述べ、西側の軍事専門家などからクリミアの軍事的な奪還は困難との見方が出ている中で、ウクライナ軍がロシアのベルゴロド州やクリミア大橋を攻撃する可能性を示すのには、アメリカが供与している高機動ロケット砲システムハイマースから発射可能な、地上発射型小直径爆弾グラウンドランチェットスモールダイアメターボム GLSDB と呼ばれる、GPS 誘導滑空爆弾を弾頭として精密誘導砲撃が可能で、射程距離 150km のロケット弾の提供をアメリカが発表したことにあると見られているんだって。ウクライナ側では以前からロシア軍の後方兵站施設や、補給路などをハイマースで攻撃できる射程 300km という長射程の GPS 補正管制誘導型地対地戦術弾道ミサイル SSMMGM140 ATACMS アーミータクティカルミサイルシステム ATACMS の供与を望んでいたが、アメリカのバイデン大統領はロシア本土を攻撃することで侵略戦争をエスカレーションさせる恐れがあるとして供与を拒んでいたよな。しかし、2月3日にアメリカ国防総省のパッド・ライダー報道官が記者会見において、ウクライナ軍が自国領土を防衛し、さらに占領された地域を奪還するために、より長射程の射撃能力を得ることになると述べて、GLSDB が供与されることを明らかにしたぜ。射程 150km のロケット弾があれば、ザポリージャ州を奪還してアゾフ海沿岸にハイマースを移動することができれば、クリミア大橋やベルゴロド州のアゾフ海沿岸にある軍事施設を攻撃することが可能となるため、情報局幹部が語る戦略は信憑性が高いと見られているよね。ただ、ウクライナは昨年9月に北東部のハルキウ州を奪還した反攻の際には、南部ヘルソン州で反攻をかけるとの情報を流してロシア軍をヘルソン州やザポリージャ州に引きつけておいて、油断していたハルキウ州で攻撃を実施した前科があるな。つまり、今回の情報局幹部の情報やゼレンスキー大統領の発言を、まともに受け取ると思わぬ戦線で反攻に出る可能性があることを指摘する声もあるみたいだね。ウクライナに供与されることが決まった NATO の最新装備を運用するための訓練は順調に進み、主力戦線車としてはアメリカの M1 エイブラムス、イギリスのチャレンジャーに、ドイツのレオパルト2およびレオパルト1など300両以上の引き渡しが始まっているほか、フランスから供与される軽戦車として運用可能な 105mm 砲搭載する歩兵戦闘車 AMX-10RC や、アメリカの歩兵戦闘車 M2 ブラッドレイや装輪装甲車ストライカー、ドイツのマルダーなどが続々とウクライナに届けられようとしているよ。これらが配備されウクライナ軍の機構部隊の再編が完了すれば、ウクライナ軍は占領されている領土を奪還するための大反攻作戦を展開することは間違いないと見られているんだ。ロシア軍ではウクライナ国民の戦意をそぐことを目的として、昨年10月頃からウクライナ全土に対して巡航ミサイルや自爆型ドローンなどによる、民間インフラ施設などへの無差別攻撃を実施していて、ウクライナの各都市では停電や断水など一般市民の生活に支障をきたしていたが、2023年が明けて2月に入るとミサイルやドローンによる攻撃が減ったな。これについてウクライナ国防省情報総局では、ロシア軍がウクライナ攻撃に投入可能な巡航ミサイルの在庫数が100発以下に減少しているとする一方で、消費量がロシア国内における新規製造量を上回っていると指摘していて、2月26日から27日にかけて実施された首都キーウなどへの攻撃では、イラン製の自爆型ドローンを夜間に飛行させて、ウクライナ軍の地対空ミサイルを消耗させようと図ったのではないかとの見方を示したみたい。ウクライナ侵略戦争は発生から1年、昨年9月のようなウクライナ軍の大反攻によって、ロシアの攻勢が終了してウクライナ軍のターンとなる可能性が高まっていると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。